始まりました。はい、インターネットをご覧の皆さん、こんばんは。こんばんは。兄貴が編集するポッドキャストを聞いた皆さんも、こんばんは。こんばんは。1月も、真ん中真ん中過ぎたね。明日20日でトランプ大統領就任ですね。そうですね、そうもね、今日は19日、ね、はい。毎月、上旬にやるヌルヌル通信がずれ込んでずれ込んで、あ、そうですね、年末年始も忙しかったですからね、まあ、我々ね、そうですね、ということでヌルヌル通信1月号、はい、1月号、2017年1月号です、はい、3分の2が過ぎましたもうね、何がしたいんだお前らって、遡っちゃうんじゃないですか、1月こんなことがありましたみたいなね、そうですね、1月は年明けは隅田さんで過ごし、はい、なんだかんだ言って飲み続けましたね。あ、そうです。初詣行って、初詣も行ったし、次の日はなんかまたなんか連れうちの飲み会があってなんて、はいはいはい、もうおっさん飲んでばっかりですね、まあまあまあ、そういう時期ですからね。そうですね、その時期が終わってもまだ飲み続けてて、まあまあ、ただ好きなだけっていうね酒がダメですね。いやダメじゃないですね。ダメだもん。ダメじゃないですね。1月は、はい、ヌルヌル通信がなぜできなかったっていうと、はい、あんまりネタがない。1月あんまり活動してないよね。そうですね、逆に普通のことで忙しいですよね。そうですね、やることだったり、でまあ1月ちょっと困ったなと思うのは、はい、あの豆を盗まれまして、大豆例の、でそれが新聞記事になるんですね。でその新聞記事になるのはいいんだけど、問い合わせが多い。問い合わせが来るんだ。そう、何問い合わせしてくんだお前らって思ったら、なんか子ども食堂ってどうやってやってるのとか、見に行ってもいいとか言って、見に来んじゃねえよお前ら、手伝いに来るんだったらまだしも、ただ見に来るだけがこの野郎っていうね。そうだね、寄付もなく筋が通らんね、確かにね見に来るだけだろっつって、そういう気持ちに成り立ってるもんですからね、子ども食堂っていうかね。で、あとなんか自己紹介もなく手伝いたいとか自己紹介もなく手伝いたい、どこの馬の骨かもわからないやつが、そう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 、なんか女女なんだ、ふーんっていうぐらいしかわかんなくて、オスかメスかしか判別できない。で、なんかフェイスブックにさ、顔写真も載せずにさ、フェイスブックって基本的にその顔出しと実名でやるっていうのが、まあまあまあ一応大前提なルールじゃん、ね、で、そのなんていうのかな、それすらも守ってないのに、なんかね、いきなり来てね、手伝いたいんですけどとか、まずお前さ、子どもの健全育成のボランティアだったら、まず自分名乗って、俺怪しくない、私は怪しくないです、こういう身元をはっきりしますっていう。活動してるのに身元が役屋なんですか？そう。で、活動どうし、何がしたいのかもわかんないわけ。で、奥町にいるおばさんが、まあ、元その神山でですね、市議会議員に立候補したおばさんみたいに、いたじゃん、クレイジーなおばさんが。いましたね。あのおばさんなんかがさ、よく口にしててさ、はい、地域を巻き込んで、地域を巻き込んでって言うて、そのおばさんも地域を巻き込んでって奥町のおばさんも言ってて、で、何がしたいのって聞くと、はい、私自身もまだ分かりませんみたいなこと言ってるわけ。で、なんちゃら委員とか、せいちゃんみたいにさ、なんか民生委員とかなんかやってんだよね。で、まあ、そういう肩書きがあればどこでも顔パスだと思ってたらしくて、見学させてくださいって言うんだよね。何がしたくて見学したいのって聞くと、何がしたいかを見つけるために見学したいって言うんだけど、いやいやってそんな面倒くせえよ、俺迷惑だって言って、そうね、うん、だったらさ、せめてさ、俺の店でやってるわけだからさ、例えば子供らが帰った後に普通にコーヒーの一杯でも飲んでくれや、まあね、手空いてる話もするだろうし、そうですね、何でもかんでもただで、何でもかんでも情報だけ引っ込こうと思ったら、基礎側にいるおっさんと変わらないですね。情報を引き出すだけ引き出していなくなったね。今日は結構スレスレを攻めますね。ビルとビルの合間を飛びますね。スパイダーマンみたいなね。昔スパイダーマンってさ、日本でもさ、実写版あったりしてる。そうなんですか。そう、へー、スパイダーマンなのにロボットになるんだよ。ロボットなの。マーベラースって呼ぶと、こうカパッて、はい、マーベラースって、マーベラースが飛んでくる、戦闘機みたいな、ピューって。
チェンジレオパルダーって言ったら、はい、なんかこう、ロボットそれ合法的だったんですよ、それは非合法じゃない、イリーガルじゃないですか、それ大丈夫ですか、それいやでもスパイダーマンだけど、やっぱおもちゃが売りたいわけ、それロボットで、ね、でスパイダーマンの敵も鉄十字軍っていうやつで、でその鉄十字軍が巨大化するんですよ、なんか巨大モンガーみたいになるわけよ。でそうするとロボット呼ばなきゃいけないから、まあ、前半は普通のスパイダーマンというか、別に一応主人公はスパイダーマンだね、手から出してビルの谷間を飛んでるから、ね、そうそうそう、ぜひね YouTube なんかでね、日本版でスパイダーマンって検索してもらうと、はい、なんか鉄十字キラースパイダーマンとか言って、これはギリギリじゃないですか、ギリギリじゃないですか、ね、ヌルヌル通信やらなきゃ兄貴に怒られました。もうこんなの2分ぐらい使ってしまいましたね。この2分がヌルヌルですから、ね、この2分のヌルっとした部分がないって単純に報告だけしてもしょうがないですよね。あ、それとですね、5月、トランプ大統領が就任したその翌日なんですよ、ね、21、はい、まあ、何事もなければ、はい、我々ね、豆育てたり、はい、子ども食堂をやってる NPO がですね、はいはい、チュンチュン終わり版に登場します。おー、そうなんだ、もしトランプさんが暗殺されちゃったりなんかした日にはね、はい、もうちょっと先延ばしになってしまいます、ね、はい、そこのページ潰されるんだ。まあ、そんなことないだろうか、ないだろうしね、まあ、皆さんぜひ新聞見ていただければとね、はい、またその新聞を見て、いろんな人が、うん、本当もうびっくりしちゃうんだけど、うん、その豆を、大豆を育てて、はい、味噌を作りたい、うん、で子供たちと一緒に味噌作りがしたいっていうと、はい、うん、なんかよくわかんないけど、はい、おじいちゃんが味噌作りのノウハウを延々と俺に電話で話しかけてくるんだよね。そのおじいさんは何者なんですか？ちょっとした顔見知りではあるんですか？いや、全然全然、いや、あの俺のその店、はい、電話すると出ないと転送されて俺の携帯に来て、はい、で、はい、携帯で、はい、まあ留守電が入ったから折り返した、はい、したらしゃべるしゃべる、でなんか豆とか、はい、あと現金とかで寄付とかしてもらえれば助かるんですけどって言っても、いや私はそんなにお金がないんだけど知識だけをお教えしますとか言って、はい、なんかペラ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 喋るんだけど、もうぶっちゃけちゃうと、はい、おじいちゃんの持ってる知識より一匹の会社で、はい、一匹さんがあるじゃん、はい、醤油とか味噌とかメーカーさんの本業の人がいますんで、大丈夫ですお気持ちだけで、その後ろ盾がちゃんとパイパンもあるわけです、うん、ある作り上げてあるわけです、ね、そうそうそう、だからもう一匹行って作ってくるんで、はいはいはい、豆はもらって、うん、豆はもう一宮さんの豆も揃いつつあるんだけど、うん、あ、そうだ、揃ったら、うん、揃ったら豊川の一匹の工場で作る予定です、うん、なので、はい、新聞に書いてある通りでやって、はい、その豆かお金、現金、その豆を買う金か豆をくれれば大丈夫です。知識はあります。なるほど。ノウハウもある。あります、はい、で。他の野菜も特にいいです。なるほど。はい、その子供食堂で使ってほしいんですけど、うちの庭で採れたやつですって言って、ほっと持ってこようとしても、俺もやっぱ在庫を管理してるじゃん。はい、飲食店ってさ、やっぱさ、経営してると分かると思うんだけどさ、はい、いきなり持ち込みでなんかすっげえ大根20本とか持ってこられてもさ、はい、嬉しいけど、はい、もっと前もって言ってよっていうね。そうですね、いらなくなったからって持ってくるんでね、いや、いらなくなるのは俺もいらんって。そうですね、はい、例えばたくあんにして持ってくるとか、そういうなんか ね、 そうですね、加工しろよお前も。この前あの釣りに行ってきたってブリ10本ぐらい持って行ってましたけど、厨房がブリになってましたから、ね、地獄ですよ、ブリ地獄と呼んでますけどね、うん、そんなことありますからね。あります。もう一杯飲もらっていいですか、はい、まあ、ちなみに酒はいくらでも持ってきてもらってもまあ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 、美味しいやつだったらいいけどね、たまになんかお土産で外した日本酒とかあるよね。まあ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 、観光地にね、あれのつらい、美味しいのはあるけどね、ラベルだけ書いてさ、はい、なんかそこの地名が書いてあるやつがちょっと本当に辛いやつあるよね。ものすごい甘ったるくてさ、あ、料理にも使えないみたいなね。いいですよ。ありがとうございます。まあ、そ
ういうこともあるので、はい、基本ね、いらなくなったものを人にあげようと思っちゃダメだ。そう、人にあげるにはあげる礼儀もありますからね。久しぶりに切れました、はい、ですね、まあ、ということでですね、1月は新聞に2回出るので、はい、その2回のせいで、はい、いろいろ問い合わせが多いと思うんですけど、うん、どうやったら、うん、そういうボランティアとか市民活動とかを立ち上げれますかとか、うん、どうやってやったら NPO になりますかとか、はい、そういう質問はですね、うちの NPO は基本的に NPO を NPO が支援する中間支援っていうところがあるんだけど、それやってるんだけど、俺はあくまでも、うん、その中間支援としては国境なきピザ団っていうので、うん、その非営利団体さんの活動を、はい、ピザをね、体験とかそういうことをして、はい、子どもたちに喜んでもらえるように中間支援に行くんであって、はい、大の大人がですね、ガン首揃えてどうやってこうボランティア団体を作っていいか分かりませんから教えてくださいって俺の店に営業中にいきなり来てさ、うん、コーヒーの一杯も飲まずにカウンターにずっと座り続けて、はい、でどっかの木曽川町のおっさんみたいなことやられると俺も困るんで、はい、でもそういう人たちがやった団体は僕でもないでしょ多分ね、うん、心がないもんね、一番大事なのね。でもね、ちゃんとね、兄貴がいるね、市民活動支援センターってあるんだけど、はい、そこに聞きに行ってもらえれば、そこはそういうことをその教えてくれる場所だから、はいはいはい、4で1のことですね、うん、市民活動支援センター。そう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 、まあ一説には市民活動を監視する監視センターとも呼ばれてますけどね。スレスレ怖いですまたスパイ鉄十字軍でしょなるなる、またその話に、はい、いやスパルトーマンもう兄貴に怒られるってじゃあ、まあ、あとヌルヌル通信にお話しするとしたらですね、今月は特にねヌルっとしてきましたね あとね、はい、3月のね26日の産業体感が、はい、今月頑張って確定して取れました、はい、おお、確定ですか。もう確定ですね。あとは8月14日の、はい、濃尾花火、うん、で、奥町の会場を、うん、抑えれることができました。おだから花火が上がる前にプロレスやります。ああそうなんだ。で、あと出展者とかも募集してるし、うん、あとロックフェスとレゲエフェスを、まあ、ちょっと離れたところでやって間でプロレスやろうと思ってるんで、はいはい、片っぽでレゲエ、片っぽでロック、そしてリングがあって、リングの前でアイドルちゃんが歌うみたいな。なるほどなるほど。なんかそんな感じで、でオマーとかがタコスを売ったりとか、はい、そうやって祭りをまあ8月にやろうと。それは花火の日にやるんだ。そう、花火ってさ、うん、結局さ7時からしかやんねえんだよ。いや結構遅いですよね、暗くならないとダメでしょ。発数も少ないですね、うん、でそれまでみんな場所取りでさ、そうですね、ブラ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 してさ、そのお客さん狙って、まあ、4時ぐらいからなんかできたらいいな、うん、ああいいですね。そしたら早く行ってその6時ぐらいまで物見れたらね、うん、一番いいですね。調子としていいかなと思いまして、はい、まあ、いろいろ計画はしてた。あ、1月思い出したよ、兄貴のマラソンがあったね。ああ、うん、そうですね、タワーパークマラソンね、まあ、それはまた後日報告の話を、ね、はい、ぬるっとしましたね。後日また別の回を作りますね。そうですね、そういうことで、1月はそんな感じです、ね、はい、ということで1月のぬるぬる通信をね、市民活動監視センターの皆さんもよろしくお願いします。だからスレスレですって。じゃあお疲れ様でした。